100ファンブル食べられちゃう、台座に近づいた綿猫。台座の上にすでに麻袋が置かれてるってことをお伝えしたと思います。綿猫は無性にその麻袋が欲しくなってしまいます。欲しい。で、100ファンブルなので警戒していたサコタンの警戒も虚しく、綿猫の動作の方が早く、その宝石が入ってる麻袋なんやけど、その麻袋を取ってしまいますね、台座から。わ、最悪。おっと台座から、その麻袋を取り上げた瞬間、異変が起こります。わー、大変だな。途端、あなたたちが入ってきた扉がガチャリと、閉まってしまい、開かなくなってしまいます。その上、あなたたちの目の前で、確実に、横たわり息絶えていた、死体が動き出し、あなたたちの方に襲いかかってきます。動き出した死体を見たあなたたち2人は、成功で1、もしくは失敗で 1D8 の、3値を失います。振り幅すごい。振り幅3値3値ピンチ。3値は64です。000 100ファン。すごいな、あるんですよ、これ。クロスも出したしやべえな。すごくない？まあでも3チェックで あのファンブルとクリティカルは俺のルールの場合は特に適用してないのでセーフ。ただ、失敗はしているから 1D8 面はこれか。怖いよ。3減らんな、硬いな。特に発狂もなし、やばいなっていう状況を理解した。多分これで多分ちゃんと現実だと思ったね。違う、58こっちはこっちでクリティカル。幅1減らしといてください。7です。もういい、もうこんなところで出さんでいい。どういうことなん？もうやめる。もうやめる。じゃあそうね、このまま行くと、ゾンビとの戦闘に入るんやけど、その前に、なんかこの状況を打破できるアイデア2人なんか思い浮かぶ？この状況だと、もう一回ダイヤを胸にはめるか麻袋戻すかくらいかな。じゃあ一応アイデア振って。アイデア、アリア、アイデア75。はい、6。もうもうなんか嫌だ。アイデアロールに成功したから、そうですね、扉からのロックがかかったってなって、鍵持ってたなってことも思い出し、お前鍵や、確かに思い出したわ。はい、じゃあこっからは思い出した状況で、はい、ゾンビとの戦闘には入ります。殴るぞ、コンボで。で、デックスで言うと、お二人デックスは4。ゾンビより遅い。やば、やば。妖怪が登ってたな。デックス11。わたちゃんが一番早くて、わたちゃんがアイデアで成功してる。はい、どういった行動を取りますか？まずコンボを構えて殴ろうとする。コンボを構えてゾンビを殴ろうとする。そう、オッケー。25射撃。うん、よいしょ、いきます。はい、25。おお、すごい。行ったし。ダメージボーナスは 1D4。 1D4、 じゃあ 1D6 足す 1D4 のダメージ。おー、 1D6 マックス10。 4。おい、 1D4 か。2。
じゃあ合計6のダメージ。わーい、ドン。はい、じゃあ6のダメージをゾンビに無事浴びせることができます。コンボで強い。そうですね、ゾンビよろめきはするものの、そのまま行動は継続しますね。ゾンビがですね、綿猫に対して殴りかかってきます。おこいこい、ゾンビの攻撃87、失敗。やった。おゾンビの攻撃は空を切ります。で、そうですね、綿猫が棍棒で殴りかかってドカってね、こうゾンビと交戦しながら、サコタン鍵って叫ばれたところで、サコタンのターン。鍵がポケットに入ったことを思い出し、うん、扉を開けに走ります。はい、じゃあまず扉に対して、じゃあ走りながら目星を振って、鍵穴が正しく見つけられたかどうかのロール。はい、目星、はい、9。結構鍵穴があることを発見することができたので、そのままその鍵で開けれるかどうかを試せるんですが、試しますか。試します。はい、ガチャリと音を立って扉が開きます。やったぜ。あ、ナイス。でさこたんはそのまま扉の外出れるね。うんうんうん。で綿猫のターンに入る。出たとこでこの子たち来ないのかな、ゾンビちゃん。まあ来るとは思うけど、狭い部屋の中よりはみたいな。あー確かに。じゃあ出ようかな。いやそうね、でも私朝袋に行ってるよね。に行ってる。でもまだ話したくないのかな。もう欲しい衝動収まってていいよ。収まってる、うん、収まってる。大きい朝袋の中に何が入ってるかとか見てない。見てないし、こんな状況で多分見れん。だよね、うん、一旦持ってる。持ってるよ。出た出た。このままだとゾンビ来ます。どうする、どうする、閉める閉める。はい、じゃあ扉を閉めます。閉めました。はい、閉めるとですね、はい、この3の扉、どんな扉でしたっけ。キラキラ、 キラキラ、うん、すげえ重たいの。重たい、嫌な予感がする。いや、はい、引き出します。え。ゾンビ扉開けられませんね。あら、内側からガン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 、なんだろう、開けようとする音は聞こえてくるんだけど、うん、なんか即座に開いてきて襲ってくるみたいな感じのことはないだろうなって感じ。うん、でも全部取ってきちゃった。全部取ってきちゃった。まあ、そのつもりはなかったんだけど。朝袋の中見たいな。あー確かに。あと何しれっと持ってきてんのよ。なんか急に欲しくなっちゃって。今そんでもないんだけど。まあとりあえず中身見て、はい、見ましょう。じゃあ朝袋の中を確認すると、金貨がぎっしり入っていることが分かります。おお、酔ってたんだ。でも、これじゃダメなんだ、でも。なぜ？なんでハマらないの？宝箱開けなきゃダメなの？あー、確かに宝箱そういえば見てない。完全に存在忘れていた。ってなったら、ねえ、さっきの季節の順番とかで言うと、どの道ダイヤから行かないといけない。だからもう一回開けなきゃいけないな。そうだな、全部の女王様のご機嫌取りしないとダメだよね、やっぱり。あー確かに。でも女王様たった一人って最初に言ってたのに。